久保さんあのー、今回テーマはね「BMWZ4 車を買った本当の理由」とかにしておきましょうかまあ表面的に見るとね「あのー、車かなんか買って自慢しやがって」とかね「あのー、いいな」とか。 あーまあいろんな思いがあるでしょうね。昔僕も貧乏だった時に、ベンツを見るたびにねベ。ベンツは悪くないんだけど、ベンツムカつく。まあいまだにちょっとね、心がちっちゃいんで、ベンツはまあ好きじゃないんですけど。<laughs> ベンツは好き,好きじゃないけど、まあ BM は OK みたいなね。<laughs> そうあのベンツのあのロ,ロゴマークがね、やたら強調してるんで、何なんだみたいなね。<laughs> いいんですけど。 ベンツは悪くないでですけどでね僕が買った理由っていうのがあの30代が終わりなんですよ今年で10ヶ月で仮にね僕が R34 を、まあ、来週、ね、買い取りの業者さんあの査定に来ますけどもあのもしじゃ車が売れて、まあ、その業者さんに決めるかどうか分かんないんで、まあ、じゃあ決めなかったとしたらまた違う業者さんに、えー 査定してもらってで、そう決めなかったら、また、えっ、ー、と、次の業者、査定してもらってを繰り返すわけですよ。で、でそうすると、じゃあ、売れてから、まあ本、本来だったらね、売れてから買おうと思ってたんで、でも、それを考えたときに、じゃあ、いつ売れるんだと、<laughs> いつ俺は売るんだみたいな話になって、まあ、売らないっていう選択もあるんですよね、まあ、今はね。 ぶっちゃけ、あと3年寝かせれば、もうちょっと多分高く売れると僕は予測してるので。うん。だからその、売ってから買おうっていう発想だと、いつ買えるのかなみたいな。で、仮にじゃあまあ、夏、夏ぐらいまでね、いろんな査定して夏ぐらいに売ったとしたら、夏から、僕10月1日で3あの40歳になるんですけども、じゃあ3ヶ月ぐらいしかないわけですよ。2ヶ月とかね。 30代がうんそう考えたときに、うん、まあ2022年明けてね、うん、30代最後の年だっなったときにもう g を決めましたねうんだからリスクマネジメントを考えるとね本当にまあリスクマネジメントっていう視点というかまあそういう視点で考える うんまあ、一般的な一般的なリスクマネジメントで考えるんであるならば多分車を売ってから、まあ、キャッシュができてから買うっていうね、まあ、僕は今回ローン組んでてローンの金利が3.95で、まあ、500万組んでるので、えー、60何万余分に払うんですよでもキャッシュでね、まあ、R34 が売れてキャッシュ出ましたでそのキャッシュをもとに買って一括で買えば別にそのローンなないんですよね あの余分に払うお金ないですよまあいろいろ考えると、えーまあ、車を売ってからお金が入ったら買うっていうねお金ができたらそっかが入るとかねお金ができたらドリームアカデミー入るとかね、まあ、久保さんもよく言われたと思うんですけどねいやお金が貯まったらそっかが入りますみたいなね <laughs> 結構だいぶ言われたと思うんですけど <laughs> まあ今3万だからね頭金3万だから今はないかもしれないですけど 要は、うん、本当のリスクマネジメントって何なのかなって考えた時にうーん多分ね人生は一度きりっていうところをその薄めてるんですよいい言葉なんだけどあれはね薄まってるんですよ要は2022年1月っていうのは一生に一度しかないんですよ申しますね2022年月月度1月は 一緒に一に度しかないですよねさらに言うと2022年今日1月12日ですけど2022年1月12日は今日しかないんですよ人生において今日しかつまり今日を楽しめない今日を楽しまなか楽しまないっていうことが実は最大のリスクじゃないかなとだって1回しかないんだから今日っていうのは2022年1月12日っていう日は人生において1回しかないんですよ だから今日を楽しまないっていうのは最大のリスクであるとど,どうですかね <laughs> うん <laughs> まああとねまあ僕がその電話をかけたあのまあ BMW の営業開始がディーラーの営業開始が1月5日だったんですけど <laughs> 相手にどういう影インパクトを与えられるかっていうところで このまま GDP の話になりますけども <laughs>、あのーまあ、仮に僕が営業マンだ逆の立場だったらあの2022年営業初日あ今日から仕事だと仕事だっつって、ね、仕事会社に就職するじゃないですかで電話取るじゃないですか買いたいんですけどとえもういいんですかみたいな。 僕が営業マンだったらめちゃめちゃ嬉しいですよね。ね営業初日20、2022年初日の営業日から契約1本。しかも、手間いらず。<laughs> 手間いらず。<laughs> 営業トーク一切いらず。秒,秒で、えー、商談成立。気持ちがいいですよね。気持ちが良かったら、じゃあその営業マンの方はね、仕事、今年頑張ろうってなりますよね。縁起がいいな、みたいなね。 じゃあ、その人は仕事頑張って、いっぱいたくさん車売ったら、まあ、インセンティブ入るでしょうね。で、そしたら、なんか買い物いっぱいするじゃないですか。じゃ GDP 上がるじゃないですか。だから、その、どのタイミングで買うかっていう、このタイミング、どのタイミングで買うかっていうのはも、同じお金を払うにしても、やっぱね、タイミングで、あの、全然やっぱインパクト違うんですよね。うん、相手に与えるインパクトさ、どのタイミングで買うのかっていう。 で、どういう払い方で買うのかっていう。うん。まあ今、あの、ドリームアカデミアね、120万ですけども、まだね、一括入金はね、一人もいないんですよ。じゃあこれ、120万一括で入金してきて、お客さんが出てきたら、インパクトありますね、僕に対しての。うん。誰もいない、誰も、誰一人いないんで、今のところは、120万一括は。ボンって払う人は。まあこれ、インパクトありますよね。 じゃあインパクト与えるると、じゃあ僕はどういうい動きになるのかっていうだからそのなんだろうな氷山のこの見えない部分ですよね見えない部分をどう深くこここ考察してできるのかっていうところが、うん、できるようになるとだからその「人生は一度きり」っていう言葉は氷山の一角なわけですよでそれを分解してね深,深掘りして考えると結局今日なんですよ今日が一度きりなんですよ 今日が一度きりっていうのが積み上がって人生っていうところで一度きりなんですね。だから毎回一度きりなんですよ。毎回一度のチャンスなんですよ。今日というチャンスですね。まあまあ、あと冬ね、結構その、あのニュースで流れたと思うんですけど、火事ですよね。まあ、寒くなると火事。あと、まあ、毎回そのお正月とかになるとお餅を飲んで亡くなられる方いらっしゃる、喉に詰まらせて亡くなられる方出ますけども、何があるか分かんないわけじゃないですか。 うん、だからやっぱ今日全力で楽しんでいくっていうのがまあ大事なことですよねうんそうならまあ、うん、今日を楽しむためにも今日努力するってことですね今日を楽しめるようになる人生を送るために今日も努力するっていう はもう僕はまあそのこの生活続けて5年経ちますけどあのまあ5年かけてねようやくここまである程度来たなと去年はあの親父の車、まあ、親孝行としてね親に車買えたし、まあ、今年は自分にも車買えたしうん、まあ、借金もい2000万ぐらい返しましたし まあ車のローンはねまた作りましたけどね <laughs> だけどまあ自由にやってますけどうん昔やっぱ会社で働いてた時に得られないうん充実感ですよねやっぱこれはね本当久保さんも感じてると思いますけどうんこ,のこういう生き方があるんだなとかこういう人生が本当にあるんだなっていうのがすごく感じますよねすごく感じるからこそ もっとと頑張れるというかだかだらまあ、年,末に年末からお正月にかけて僕ずっとセールスしてたんですけどで昨日ねあのお正月セールようやく終わって第3弾お正月セールも第1弾第2弾第3弾までやって年末も最後のセールスもやってドリアカムもってみたいなやってましたけどずっともう連,連発でセールスやってたのもこれもお正月っていうのもお正月セールスもねもうできなくなるわけですよ。 あとな、あと、お正月もね、年に1回しかできないわけじゃないですか、お正月セールって。だから考えてみると、あと数十回しかできないんですよ。まあ70、80、90、100歳になってもお正月セールやってるんだったら、まあ40回ぐらいできるかもしれないですけど、まあ、やんないんで、僕もさすがに、そこまでは。ってなると、60までって考えた場合、あと20回ぐらい。じゃあ50までお正月セールガンガンンやるってなったら、あと10回しかできないですね。うん、そう考えるとや、僕はやらないっていう選択がないですよね。うん、そう。